アレルヤガブレエル賛美チームの賛美心から感謝いたします毎週このように水曜日に出てこられて賛美を捧げられることを心から感謝いたします今日私は歴代資源20章20節から26節の御言葉を通してベラガの谷勝利の秘訣という題名の御言葉を語りたいと思いますベラガの谷の 勝利の秘訣11月は感謝の月であります。また今週は収穫感謝祭ですね。毎年11月になると感謝をしようと決心をしますけれども、1回私は考えてみました。神様が聖書で確かに いつも感謝しなさいと語られていましたよね。いつも毎日毎日、瞬間、いつも感謝をしなさいということですよね。しかし、なぜ感謝を捧げるその祭りを定められたのでしょうか。感謝のこの祭りの時だけ捧げるべきではないわけですよね。いつも感謝をすべきなわけです。しかし、私は考えてみたんですけれども。 え感謝を覚えさせるという理由もありますけれどもそれよりもこの感謝が苦難に打ち勝つ秘訣であるということをえ教えるためであると思います。世の終わりには必ず苦難が来ますよね、観覧があります。その観覧に打ち勝つ秘訣は、えー ここの感謝にあるとということなんですね今日私はこのペラカのペラカの谷の勝利の秘訣について見てみたいと思います。今日の本文はヨシャパテンに対する内容であります。良い王として認められた王なんですけれども一つ間違ったことがありました。それは北イスラエルのアハブ王と 血縁関係を結びましたですから、息子と娘が結婚したわけですね。両方の国の。それで、そのアハブはヨシャパテに行ったわけです。あのラモテ・キルアデというところに一緒に行って、そこをまたえー奪い取りましょうと。もともと私の国だったんですと。それで、このラモテ・キルアデに行って、え、ー 一緒に戦ってくるわけなんですけれどもそこでアハブ王は死にましたヨシャパテもどうにか戻ってくることができたわけですね神様はヨシャパテがアハブと共に戦争に行ったことを好まれませんでしたそれでモアブとアンモンとマオンの人々が神様はユダを攻撃するようにされたわけですその状況の中でヨシャパテはどのように反応したのか どのようにその問題を解決していたのかを見てみたいと思います。どのように苦難を乗り越えるべきか。まず1つ目に、ヨシャパテの反応について見てみましょう。今日の本文、歴代史20章3節の御言葉を見てみると、恐れたと語っています。3つの国が争って襲ってきたときに、恐れたと。そしてもう1つ、 主に求めたと語りますね。ヨシアパテは恐れて、主に求めたと語っています。恐れて、主に求めたと。顔を向けたわけですね。このワウ継続法を見てみると、同じこの行動が一緒に行われているということを語っています。恐れが そてからすぐにヨシャパテは神様に向かっても助けを求めたということです私たちも恐れることはありますよねしかしそういう時にただ解決策を求めたりするのではなく神様にすぐ求めたわけですね祈って神様に求めました助けを それが信仰ののあある持ち主の姿であります。そして4節では断食をさせましたそしてユダの人々も集まってきましたよねヨシャパテの元に下にいる全ての国民もです、ね、訓練を受けていたわけですすぐに集まって断食をしましたそして祈りましたそしてヨシャパテは、えー、新しい庭の前でですね ヨシャパテが祈りましたソロモンの宮の中で新たな新しい宮の庭の前で立って祈りましたね。歴代詩芸6章13節を見ると6章13節にソロモンは長さ5キュビット、幅5キュビット、高さ3キュビットの精度の足台を作ってこれを庭の中に中央に備えておいたが、据えておいたが、 その上に立ってイスラエルの全集団の前でひざまずき、両手を天に差し伸べと語っています。ソロモンの宮が建てられてから、ソロモンが神様の前にそれを憲法しましたよね。祈りました。信徒の前に、人々の前でですね。その時、祈った場所がこの庭であります。もともと庭というのはハゼルという単語です。庭というのはハゼルなんですけれども。 この単語を使わずに、ここではアジャラという単語が使われています。アザラ。が反西の祭壇がある庭はですね、ハジェルなんですけれども、この庭はアジャラという庭です。反西の祭壇がある庭ではなく、その外にある庭であるわけですね。ですから、西幕の時幕屋の時は庭が一つしかありませんでしたけれども、ソロモの宮では、 もっと大きくなったわけですから、その庭の外にもう一つ庭があったわけですね。反西の祭壇がある庭は祭祀の庭といい、またそこの外にある庭は人々の庭であります。そしてその庭で国を代表して王が祈るわけですね。ヨシャパテもこの庭で、 同じようにそのもののように祈ったわけです。そしてヨシャパテの祈りの内容も、祈りの内容は20章、9節に記録されています。ヨシャパテの祈りですね。もし、剣や裁きや疫病や飢きなどの災いが、私たちに襲うようなことがあれば、私たちはこの宮の前、すなわち、 あなたの御前に立ってあなたの皆はこの宮にあるからです。私たちの苦難の中からあなたに呼ばわれます。その時には私あなたは聞いてお救いくださいますと語っていますね。もうすでに答えられたと。救ってくださるということを、えー、約束されたことを神様の前にまた告白しているわけです。神様、告白されたでしょ。あなたは語られたでしょと言うんですね。 ソロモンも、えー、祈りを見てみる内容を見てみるとよく歴代史の下、えー、に長く記録されているんですけれども、えー、歴代史芸6章と7章の、えー、内容を見てみると祈った通り、えー、神様は答えをくださいましたその祈りの答えが7章14節になります歴代史芸7章14節に 私の名を呼び求めている私の民が自らへりくだり、祈りを捧げ、私の顔を死体求めて、悪の道から立ち返るならば、彼らを癒そうと、その力、罪を許そうと、語っていますね断食の祈りをして、神様の顔を死体求めるならば、立ち返るならば、あなた方の罪を許し、彼らの土地を癒そうと。 どんな飢饉や苦難やまあ敵が来たとしても捕虜として連れて行こうとしても悟って、悔い改めて宮に向かって祈ればその祈りを聞いて必ず救ってくださると救ってあげるとそうやって悔い改めるならば私はその祈りを聞き入れると約束されたわけですね。 ですから、ソロモの宮が建て上げられてから、この祈りはですね子孫万代にえ伝えられる祈りとなったわけです。この祈りを覚えてえ、神様に祈れと。ヨシャパテはその内容を覚えて祈ったわけですね。祈りというものは、御言葉をもとに祈らなければいけません。 救済シリーズでも同じように語っていますよね。古を覚えて、歴代の時を覚えなさいと。御言葉に従って祈る,祈る必要があることを示しています、えー。契約を語っているわけです。神様、あ,あなたが約束されたでしょと。約束してくる、その約束の通り。 私を助けてくださいと、ヨシャパタは祈ったわけですね。2番目には、ヤハジエルを通して、神様の答えが与えられました。このヤハジエルという人は、歴代史20章14節に記録されています。主の霊が集団の中で、アサフ族ので、レビビとヤハジエルに望んだと語っています。神様の霊が望み、彼に答えが与えられたわけです。その人はアサフ族であると。 アサフというのはソロモの時、タビデとソロモの時に聖火隊を最初作ったわけですけれども、4000人聖火隊を、その聖火隊の指揮者のうちの一人でした。ですから、アサフの部族であるということは、この人も、えー、賛美の、えー、人、賛美、えー、聖火隊の一人だったということなんですね。そのヤハジエルというレビ人に、 神様の霊が望、えー、みました。その答えは何かというと、15節を見ると、ユダのすべての人々とエルサレムの住民及びヨシャパテをよと、よく聞きなさいと、主はこうおせられると、あなた方このおみただしい大軍のゆえに恐れてはならない。気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであると語っていますね。そして17節を見ると、この戦いでは、 あなた方が戦うのではないとしっかり立って動かずにいようあなた方と共にいる主の救いを見ようと語っています何もするなとただ立って救いを見なさいと語っておられます出世時記14章13節の御言葉を見ても申セが後悔を渡るときにも語られた御言葉であります恐れることはないとただ救いを見なさいとこの内容は 新しく与えられた御言葉ではなく過去、旧約に与えられた御言葉を引用しているわけです。新明記20章2節から4節の御言葉の内容ですね。新明記20章2節から4節を見ると争いに出ていくときにこうやって告げなさいと語っていますね。あなた方が戦いに臨むとき、最祀は進み出てために告げなさいと。 イスラエルを聞け、あなた方は今日敵と戦おうとしている。気をくれしてはならない。恐れてはならない。慌ててはならない。彼らに驚いてはならない。あなた方の神が、主が共に行かれ、あなた方のために敵と戦ってあなた方を救われるからであると語っていますね。そうやって語りなさいと語られているわけです。この聖霊の霊を受けて、 ヤハジエルはこの内容を語るわけです。これが神様から与えられた答えですね。恐れることはない。神様が争うから、あなた方はただ立ってみなさいと。救いを見なさいと答えを受けました。皆さん、答えを見てください。このペラカのこの谷の話を皆さんも多く聞かれたと思います。 神様の答えには聖家体を賛美して立てて賛美して勝利しなさいと語ったことはありません。神様はただ恐れることはないと。具体的なことは語らずただ言って望みなさいと語ったわけですね。その時にヨシャパテはどう反応しましたか歴代史20章20節を見ると、え。ー 彼らは翌朝早く、テコアのアラノに出,現し出陣したと語っていますね。ユダおよびエルサイムの住民よと、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神、主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、勝利を得なさいと語っています。ここを見ると、えー、信じなさいと、信じなさい、また、忠誠しなさいと語っています。これはヘブル語でアマンと言います。アマン。 このアマンから出たのがアーメンなんですね,アーメンね。信頼しなさい。信頼しなさい。揺らぐことがないことなんですね。信じるということは。ね、揺らぐことはないと。信じなさいと。堅く立っていなさいということです。そうすれば、あなた方を救われると語っているわけです。 それがヨシャパテが語った御言葉です。ですから、簡単に言うと、アーメンしなさいということです。アメンしなさい。神様の御言葉を受けたならば、あなた方はアーメンしなさいと。ただ、アーメンするだけでいいんだと。そしてヨシャパテは21節を見ると、彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち。 聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任,務したと任命したとそして武装した者が前に出て行って歌うために建てたと語っていますねそして「主に感謝せよその恵みはトコシエまで」と歌わせました人々と相談して軍隊を送るのではなく聖家隊を送りましょうと争うことがないからだと。 そして服を着せてですね、聖家隊の顔のように3秒させました。それが神様の御言葉を信じたという証拠なんですね。もしも分からないから軍隊を送りましょう。ではなくて、軍隊は後ろにいて生家隊,隊を前に送ろうとしたわけですね。人々もアーメンと いたわけです。ことばに従順したわけです。その時に勝利が与えられたんですね、皆さん。これが勝利の秘訣です。聖なる、えー、服を着た神道がですね、前に出ていて感謝の賛美を捧げるときに勝利したということです。これは皆さん、昔の話ではありません。苦難があるとか、何か問題があるとか、迫害があるとか。 もう家庭に問題があるとか、ううそういう問題があるときにこの見言葉を覚えてください。感謝の賛美を捧げるとき、必ず勝利することができます。それがこの今日の本文のメッセージの内容であります。では、4番目にこの聖なる飾り物、この服は誰が着ることができるでしょうか。この聖なる飾り物という、この えー、単語はですね、肌らと言います。栄、え、光、ー、栄、え、華、ー、という名,名前ですね、単語です。栄光、えーえー、救済的に見ても、この栄光のある着物、服は誰が着るべきでしょうか、どのような人が着る服なのかというと、黙示録に出てくる白い衣をまとう身にまとう者たちであります。 ヨハネによる福音書を見ると、えー、白い衣が出てきますよね。祭司が、えー、着る服でもあります。祭司も、えー、白い衣を着ましたね。これはヨハネによる福音書に出てくる、ヨハネの目標に出てくるものでありますけれども、これを誰が着るのかというと、まず1つ目に天皇軍隊が。 この白い衣を着ましたく19章14節を見ると天の軍勢が純白で汚れのない雨の衣を着て白い,車に乗った白い馬に乗ったと語っていますね。再臨する種であります。再臨の種。ですから、このえヨシャパテが送った聖火隊は天の軍隊でした。 見言葉によって争う天の軍隊。そして2番目に誰が切るのか2番目はキリストの神父が着るわけです。目白19章7節から8節を見ると私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえようと子羊の婚姻の時が来て花嫁はその用意ができたのだからと語っています。そして8節に花嫁は光り輝く清い、えー、この花嫁は光り輝く清い 天布の衣を着ることを許されたと語っていますね。ア布ヌこの、えー、布は衣は生徒たちの正しい行いであると語られました。生徒のこの正しい行いというのは信仰から出てくる正しい歩みであります。信仰による信仰による えー、正しい行い私たちが御言葉を受けてイエス・キリストを信じるという時私たちの暮らしもですね、えー、変わらなければいけないということなんですねまた3番目に殉教者たちがこの、えー、衣を着ました黙示録6章11説を見ると 彼らの一人一人に白い衣が与えられたと、そして彼らはあなた方たちと同じしもべ、また兄弟たちで、あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいなさいと、天の殉教者たちに白い衣が与えられたと語っています。この殉教者も2つがあります。本当に信じることによって殺された者もいますけれども、生きた殉教者もいるわけです。 生きた殉教者というのは神様の御心のために父なる神様のためにいつも自分の思いを捨てて自分の欲を捨てて神様に従っていくもの信仰の信徒を生きた殉教者といいますシトパールも言いましたよねいつも私は死んでいるといつも殉教していると語っています源南北先生も同じように語られました 生きた殉教の方がひんつ辛いと語られました死ぬ殉教はですね一回死ねば終わりですけれども生きた殉教はいつもしなければいけないわけですそういう殉教者に白い衣が与えられると語っていますよねそして4番目に大観覧を通過した信徒に与えられるものが白い小物ですれもですね目白7章1314節を見ると 長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですかと、どこから来たのですかと言ったと、そこで私は主よあなたこそご存知ですと言っすると彼は私にこう言った、彼らは大きな観難から抜け出てきた者たちで、その衣を小羊の血で洗って白くした者たちであると語っていますね。観難から抜け出してきた者たち。こういう4種類の 人々が白い衣を着ましたこの聖なる着物綺麗な新たなこの白い衣は衣を着る者たちだけが聖家体となって前に突き進んで賛美をすることができるわけです。世の終わりに感謝の賛美を捧げることができる人はこういう信仰の持ち主しかできないということを語っています。 神様の礼を受けて、苦難を観難を乗り越えていく者たちだけが、どんな苦難,困難苦難が来ても、攻撃が来ても、感謝を持って賛美を捧げることができるということです。そういう信徒がえ私たち、このような賛美をする聖活体となって、いつも勝利をする。 皆さんとなることをお忍びなもって祝福いたします。えー、結論的にこの聖なる、えー、礼服、衣はアダムが堕落したことによって失った神様の栄光を回復することであります。詩篇8篇5節を見ると、えー、あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、 これに栄光と誉れの冠をかぶらせましたと語っていますね。この栄光というのが、この肌という単語です。四篇八表五節は、アダムが堕落する前のこの栄光なるものであったということを語っているわけです。神よりも少し劣るものとしていたと。しかし、堕落したことによって、その地位が落ちてしまったわけです。しかし、その栄光を回復する者たちが、 世の終わりに勝利すするることができることとできを語っていま四1百十篇三節を見ると主,、えー、主,よ主はあなたの民はあなたの戦いの日に聖なる飾り物を着つつけて夜明けの前から喜んで使えるとあなたの若者はあな,たのとあなたにとっては朝露のようだと語っていますね主の前に喜び出て使える者たちが来ると。 ここに若者と語っていますけれども、見言葉を受けた者は皆若者です。皆さんも同じように、全て若者なんですね。結局、この聖なる衣を着た神徒は何かという、誰かというと、14万4000であります。14万4000がこの聖なる子を着る者であります。 14万4千は神様の刻印を受けて大観覧を通過した者たちでありますよね通過した者たちが白い衣を受けると語っていましたまたヨハネの目白録14章4節を見ると14万4000についてこう語っています彼らは女に触れたことのないものであるとまた純潔なものであるとどういうことですか霊的に世の中と、えー みだらな関係を持っていない純粋なもの、キリストの神父だと語っていますね。キリストの神父は純潔な白い衣起着ているわけです。そして子羊の行くところへはどこへでもついていくと従順する、服従する軍隊、天の軍隊を意味しています。同じようにこのように白い衣も受けているわけですね。 そして人間の中からあがなわれたものであると、発音であると語っています。調子であります。神様に属するものですね。それが14万4千であります。それが聖なる服を着た信徒であるということなんですね。このペラカの谷で感謝と賛美の賛美を捧げた聖火体が14万4千 大観覧を突き抜けて、キリストに従って勝利する信徒を表していると語ることができます。彼らが語った賛美はアーメンです。ヨシャパテがアーメンしなさいと言いましたよね。そしてハレルヤです。主を賛美せよと。主に賛美しなさい、感謝しなさいと。私たちも祈る,祈る前にアーメンハレルヤと言いますけれども。 どれほどこれがパワーのある力強いものなのかを悟らなければいけません。こうやっていう教会はありません。私たちだけがアーメンハレルヤと言いますよね。他の教会では主よ主よと言いますけれども、このアーメンハレルヤが聖書に出てくるものなわけです。目示録19章4節を見ると何て書いていますか目示録19章4節を見ると、24人の長老と4つの生き物はひれ伏して、 神を拝みながら、ーメンハレルヤと言ったと語っていますよね。黙示録19章4節に。アーメンハレルヤこの黙示録19章を見ると、ハレルヤが4つ出てくるんですけれども、1番、2番はハレルヤですけれども、3番目はアーメンハレルヤと言いました。そして4番目はハレルヤですね。アーメンハレルヤこれが。 戦争,戦争に戦って勝利した秘訣です。皆さん、例えばある事件が起こりました。苦難であり、迫害であれ、何であったとしても何か出来事が起こりました。そうすると、ヨシャパトのようにどうするべきなんですか神様の御言葉に、かなった御言葉に、 沿った祈りをしなければいけません。どのような状況には、どのような御言葉を語られたのか、どのような祈りをするべきなのか、どうやって行動するべきなのかをすべてあらかじめ聖書に記録されているわけです。この神様の御言葉に。その御言葉を探して、こういう状況の時はこうしなければいけないんだなと悟って、その通りにすればいいわけなんですね。 そして感謝をすればいいわけです。それがヨシャパテの祈りの内容です。私たちも同じですね。聖書の御言葉を根拠として、だから聖書の勉強をしなければいけません。祈るときにも祈りの方法があるわけです。弁護士も同じですよね。裁判官の前で何と言いますかただ泣き叫ぶからといっても答えてくれますか こうやって法律に出てきますと、こうやって証拠があるでしょうと言ったときに手を挙げるわけですよね。私たちも成長した信徒として、御言葉に沿った祈りをしなければいけません。そして最後まで打ち勝つ、勝利する信徒には、祈りが必要であり、感謝が必要であり、 また賛美が途絶えてはいけませんと語られたわけですね。最後まで耐え忍び、勝利するためには祈りと感謝と賛美が必要であると語られました。ここで一番重要なのは感謝ですね、感謝。ヘブル語で賛美というのは感謝と同じです。感謝が賛美であり、賛美が感謝なんですね。 そして祈りというものはどのような祈りかというと「コロサイ四章二節」を見ると目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさいと語っていますね皆さん祈る時になぜ私だけこの世に苦しみを与えるんですかとなぜああいう人たちは成功される,されるのにとそうやって言う人もいますけれども神様と。 私をもっと大きな信仰を与えるために祝福を与えるために私たちの中にある汚れたものをなくすためにこのような苦難を下さることを感謝しますそういう祈りが誠の感謝の祈りでありますですから私たちはどんな苦難や患難が来ても絶望的な出来事が来ても 勝利の秘訣は感謝と賛美なわけですね。それがこの収穫感謝祭の秘訣なわけです。感謝であると。ダニエルは神様の前に感謝しましたね。そしたら、その獅子の口を閉じてくださいました。首都行伝16章25節と26節を見ても。 神様を賛美しましたパウロと修羅、えー、がそして、えー、勝利したわけですね感謝と賛美を捧げる時に奇跡が起こりましたイザヤ43章21節のようになぜ私たちを、えー、想像されたんですか私たちを作られた理由は賛美を捧げるためであると語っていますイザヤ43章21節に 結論的に賛美は何でしょうか賛美は何でしょうかただ歌を歌うことが賛美ですか賛美というのは誠の信仰から起こる行動を意味しています。歌ではありません。賛美というのは信仰による行いが実践する行いが賛美なわけです。信じてその通り実践すること。 ヨシャパテも同じようにですね、信じて聖火隊を前に出しました、軍隊の前に出したわけです。争わなくていいという神様の御言葉を聞いた、その答えをその通りに信じて行動として表したときに勝利が与えられました。私たちも同じように与えられる御言葉にその通り従順し、勝利の賛美を捧げて、 どんな時にも勝利を得る皆さんとなることを主のびなもって祝福いたします。祈ります。愛する父なる神様、感謝いたします。今日も水曜礼拝に導いてくださり、私たちに感謝の目的を悟らせてくださることを感謝いたします。毎日毎日、感謝と祈りと賛美をのあふれた歩みをなすことができるように導いてください。どんな闇が来ても、サタンが攻撃をするとしても、 御言葉だけを信じて成長した信仰で神様の前に栄光を表すことができるように勝利する信徒となることができるよう導いてください私たちの感謝と賛美が家庭ごとにすべての闇を打ち砕き御言葉の光によって満たされ神様の栄光を表す働きが与えられるよう祝福してください今日も与えられた恵みに感謝し捧げ物を捧げます 捧げる一人一人を覚えてくださり、祝福してください。感謝を持って捧げるときに、この捧げ物が幾千幾万の祝福として変えてくることができるよう導いてください。すべてを感謝し、愛するイエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン